1904年7月25日、陸上自衛隊の森下泰臣陸上幕僚長は、小笠原諸島の南鳥島で、地対艦ミサイル部隊の発射訓練を実施する計画を発表したとの情報をキャッチしました。今回は、防衛省ついに、本気で、南鳥島に、地対艦ミサイル射撃場を整備かを詳しく見いきますね。日本で、長射程の訓練場ができることによって、自衛隊が強化されていきますね。アメリカやオーストラリアなどの海外でしか行えなかった、これらミサイルの国内での射撃訓練が可能に。これはやばいね。現在の日本の領土の中でも、最も東に位置し、太平洋上に浮かぶ離島が南鳥島であり、行政区分上では、東京都の小笠原諸島の小笠原村に属し、東京都の都心部からは、南東海上のおよそ 1950km ほども離れている。そのため、南鳥島は、東京からは、船舶では、片道4日から5日はかかる離島で、航空機でも、同4時間ほどは飛行しないとたどり着けない場所にあり、同じ小笠原諸島に属する有人島の父島からでも、およそ 1200km ほどの距離がある。南鳥島は、太平洋プレートの上に位置する日本で、唯一の陸地としても著名で、上空から見た形は、綺麗な三角形型をしており、周囲の海岸線の長さは、およそ 6km ほど、一辺あたりだと、およそ 2km ほどの大きさしかない。よって南鳥島は、総面積で、およそ 1.151km ほどの小島であり、この面積は、ちょうど、皇居と同程度のものでり、標高も、最高で、海抜9メートル程度しかない平坦な地形で、現在は、海上自衛隊や国土交通省の担当者が交代で常駐している状態である。つまり、現在の南鳥島には、一般の民間人は居住しておらず、入島も禁じられているため、先に挙げた海上自衛隊や国土交通省の担当者が、気象観測等の公務で常駐を行っている状態であり、まさに、日本の絶海の孤島と言ってよいだろう。もう少し詳しく南鳥島における現状を述べると、海上自衛隊は、同じ、小笠原諸島の洋島から南鳥島航空派遣隊を置いており、国土交通省は、傘下の気象庁が、南鳥島気象観測所、関東地方整備局が南鳥島港湾保全管理所を配置している。これら3つの組織の南鳥島への常駐者は、20数名に過ぎない小規模な体制ではあるが、同島には、およそ1400メートル弱の滑走路が1本だけ設けられており、空路による常駐員の出入りや、生活に必要な物資の搬入が行われている。この空路による輸送には、航空自衛隊の C-130H 輸送機や海上自衛隊の C-130 ラウンド輸送機が主に従事しており、なんとか前述の南鳥島の唯一の滑走路を使用して任務に当たっており、神奈川県の厚木飛行場からは、およそ3時間半ほどの飛行時間を要する。この一本の短い滑走路に加え、南鳥島の南部には鳩場も完備されてはいるが、同島の周囲は、珊瑚礁で囲まれていることから大型船が近づくことはできず、海上補給は、大型船から下ろす小型のボートによって行うことしかできない状態である。そんな南鳥島が、2024年7月末に、日本のマスメディアによって一斉に取り上げられる事態が発生したが、これは、同島に対して、陸上自衛隊が、地対艦誘導弾の射撃場を整備する計画を公にしたことによるものであった。陸上自衛隊の森下幕僚長は、2024年7月25日に記者会見を行い、同隊が保有する地対艦誘導弾の射撃空連が、可能な施設を、2026年度中を、目途に南鳥島に整備する予定であることを述べ、すでに、行政上の管轄者である東京都や小笠原村に説明を行っていることを明かした。ちなみに、現時点で陸上自衛隊が保有している地対艦誘導弾といえば、2012年度から調達が行われている人に、一式地対艦誘導弾がこれに該当するが、同兵器の最大射程距離はおよそ 200km 弱というのが、一般的な解釈となっている。それでも、これまで、日本国内には、射程距離が 100km を超えるミサイル用の射撃場は、
存在していなかったため、人に意識地対艦誘導弾の発射訓練も同盟国であるアメリカや準同盟国とも言うべきオーストラリアの射撃場に赴いて実施してきた経緯がある。しかし、こうしたアメリカやオーストラリアなどの射撃場で陸上自衛隊が人に意識地対艦誘導弾の発射訓練を行うという従来までのあり方は、その装備の輸送や運用を行う要員の移動を考慮すれば非常にコストがかかっているであろう点は想像に難くない。また、そうしたコスト面での負担という観点からは、人に意識地対艦誘導弾の発射訓練そのものの頻度が非常に限られてくると同時に、訓練に参加できる部隊や要員数も同様であり、運用練り度の向上が図りにくいことも容易に想像できる。そうした面を踏まえれば、今回報道されたように、南鳥島にミサイル用の射撃場を新たに整備することは、地対艦誘導弾の訓練の頻度を上げることに確実につながり、その練り度維持と向上に寄与し、ひいては日本の防衛力の底上げに直結するだろう。今回の記者会見の席上において、陸上自衛隊の森下幕僚長は、南鳥島にミサイル用の射撃場を新たに整備すごととした理由として、同等は周囲を飛行または航行する船舶数が極めて少数であること、すでに海上自衛隊の基地が置かれていることを挙げた。また、南鳥島に既存の海上自衛隊の基地が存在することは、ミサイル用の射撃場を新たに整備する上で、その必要な用地を転用することが容易である点も大きなポイントとなっており、新たな買収等を国や防衛省が行う必要がない点も大きいようだ。防衛省側の説明によれば、南鳥島に設けられるミサイル用の射撃場は、同等の西部に整備される方針であり、ここから同じ小笠原諸島の有人島であるおよそ 1200km ほどの距離がある父島、母島方面の西方海上に向けて実施される予定とされている。現在の陸上自衛隊が装備する人に、意識地対艦誘導弾は、前述したように最大射程は 200km 弱であるため、これであれば、何ら、父島、母島に危険を及ぼす可能性は著しく低いと思われるが、今度を考慮すれば、安全面の考慮は、外せない課題となるだろう。というもの人に、意識地対艦誘導弾は、すでに、射程距離を大幅に延伸した能力向上型の開発が急ピッチで進められており、これは、2018年末に、最後の防衛計画の大綱、現在は、国家防衛戦略に、名称変更済みや中期防衛力整備計画、現在は、防衛力整備計画に名称変更済みで打ち出された施策だ。これによって、既存の人に、意識地対艦誘導弾は、ミサイル本体にステルス性能を加え大型化した、いわば別物とも言うべき存在になりつつあるが、一応、名称上は、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型という言い方で、その機能拡張版という位置づけとなっている。人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、まず、はじめに、射程距離を、およそ 900km ほどまで大幅に延伸する計画であり、最終的には、これを、同 1500km ほどに持っていくことが予期されており、国産の長距離打撃兵器の中核を担うものとなるだろう。こうした大幅な射程距離の延伸を目指す人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型だが、従来までの陸上配備形式、自発型に加え、艦艇に搭載して運用する形式、艦発型、航空機の搭載して運用する形式、空発型も並行して開発が進められている。これら人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型のプラットフォームの多層化を、国産で実現するまでの隙間を埋める装備として、防衛省では、アメリカから、トマホーク巡航ミサイルの調達も同時並行で進めている最中となっている。人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、ベースである、人に、意識地対艦誘導弾と同様に、元は、沖合の敵艦艇を攻撃する用途で開発されたものだが、同時に対地攻撃も兼用する兵装となることが謳われており、今の時勢に合わせた運用用途の幅の増加が見込まれている。そもそも、現行の人に、
意識地対艦誘導弾が最大射程およそ 200km 弱に設定されていたのも、当時の日本の防衛方針は東西の冷戦時期から長らく続いた自衛隊の専守防衛というテーゼに合わせたものだったと個人的には推測している。これが増強と膨張を続ける中国軍が装備する各種のミサイル類の射程距離が大幅に伸びたことで、日本側もそれに対応する必要が生じ、敵の迎撃用の防空ミサイルの射程圏外から攻撃する手段を保有する必要が生じた結果であろう。